や。そうやかい、あの柴田さんがブロックされたっていうなんか動画で喋ってましたけど、あれどうなんですか。え、 LINE の話。そうそうそう、ブロックしたよ。え、なんでしたのブロック。確かにコメント来るな、めっちゃ、うん、いやなんかさ、なんだっけね、事の発端なんかあの動画でさ、なんか朝倉海、あの昔から付き合ってるなんか地元の彼女いますみたいなこと言ってたじゃん。うんうん、だからもうそういうなんかわけのさ、わかんないさ情報をさ、うん、勝手に言われるのめんどくさいしみたいな、うん、事実じゃないじゃん全然、うん、とか LINE をさ来るのに対してさ返信とかするわけよ俺が、うん、そうするとスクショとかしてさ動画に上げられたりするわけよ、うんうんうん、めんどくさいじゃん。まあまあまあ、だからもう、うん、その否定とかしてもだからまた動画出されて、その繰り返しもめんどくさいし、うん、その LINE とかそのスクショされるのめんどくさいし、関わるのめんどくさいなって思って、うん、もうブロックした方がいいなって思ってブロックしました。うん、別に嫌いとかじゃないよ別に、うん、そう全然嫌いとかじゃないけど、うん、めんどくさいから LINE するのやめましたっていう話。うん、そう、今後なんか連絡取るときはどうするの。いやだから別に連絡取ることないよ。あ、ないんだ。ないよ、それだけです。そういうことだったんですね。チョイさんは LINE 交換してるんですか。え、いやいや、全く全く、あの、うん、ノータッチです。ノータッチなんですね。たまにあのコメントとかね、してくださるじゃないですか。戦ったらいいじゃないですか。ぜひ戦わせてください。庄司はここが荒いみたいな。ああ、そう。なんかコメントして。YouTube の。そう。ぜひ教えてほしいですよね。うん、どこが荒いか。そう。荒い部分を。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。コメントもいただけると嬉しいです。